はいどうも、バイス TV です。メイトバイクをキャンプファイヤーで去年に支援した1250人ぐらいでしたでしょうか。その支援者の皆さんに見ていただきたい動画です。自分自身もいくつかメイトバイクに関しての動画出してるんですけども、いろいろね、ネットでサーチしていると、驚くほど届いていないので、日本はね、情報が少ないので、英語でいくつかの海外の様子をググったところ、こんなことが分かりました。そもそもヨーロッパやアメリカではすでにこのバイクを乗り回している人たちがたくさんいて、 YouTube 動画などアップしているわけなんですけども、とあるカリフォルニアの e バイク屋さんが去年上げた動画が非常に参考になります。はい、その動画っていうのがこちらです。ボルトン e バイクという e バイク屋さんですかね、これはねカリフォルニアの方なんですけども、見てください。Don't buy this bike. このバイクは買っちゃダメだと。タイトルも、このバイクレビュー動画は過去最悪なんじゃないかというようなタイトルになっております。人様の動画なんでね、あんまり見せるわけにいかないんですが、ちょっと動画を再生させながらね、訳していこうと思います。はい、この方はクラファンで支援してから実に15ヶ月ほど待って届いたと言ってますね。ロングロングロングタイム、いっぱい売ってて、なんでそんなにポピュラーなのかなということで試しに買ってみましたと言ってます。はい。まぁ、ちょっとね、チャージャーがこれどうなのよみたいなことを言ったりしてて、まぁ、これ多分日本に届くやつは違うんじゃないかなって気がしてますけども、気になる方は動画見てみてください。ファーストインプレッションは非常にいいんじゃないでしょうかと。はい、走行も今しておりますけども、まあパワーはね、まあ OK じゃないかと。はい、刺す三角かなと言ってますね。これであんまりジャンプとかしたらどうなるか分かりませんと。ちなみにこの人ね、ものすごいいろんな e バイク乗ってるから、割と言ってること正しいんじゃないかなって思います。はい、この人は15ヶ月なんですけども、他の人たちはもっと待たされて、もう18ヶ月とか、もうね2年ぐらい待たされて届いた人たちもいるみたいですね。日本とやってること似てますね。今日注文したらもう1年15ヶ月とか経って届いてない人たちがいっぱいいるのにもかかわらず、オーダートゥデイ、要は今日注文したら3週間とか4週間で届きますよっていうのをずっと言い続けてキャンペーンやっていると。これどう考えても届かないじゃないかと。おかしいよねと。日本で今起きてることと同じですね。うん、1年とか1年半待ってる人がいるのに、今買えば数週間で届くってそんなわけないじゃんって、お前ら舐めてんじゃねえよって言ってますね。
お客さんバカにするなと、言ってることおかしいよと。うん、カスタマーサービス、いい話聞かないですね。まあこれはこの人の噂ですね。だから届いたバイクが異常がないですか、大丈夫ですか、カスタマーサービスあんまり良くないって聞きました。今ねフォーラム、要はこのコミュニティ、メイドバイク同じようにクラファンで注文した人たちに起きた、悪い話をいろいろ紹介してますね。で中には、パナソニックのバッテリー、なんか750買った人がパナソニックのなんか大きなバッテリーが入ってるはずだって書いてあったのに、仕様には書いてあったのに、いざ届いたらなんか LG の全然違うのが入ってた。まあ、それに関してね、交換してもらえたのかどうなったのかってちょっとわからないんですけども、そんなことも起きたそうですね。やっぱりだからお金をとにかく最初に集めるみたいな戦略なんですかね、この会社はね。これだけ海外で炎上してて、その1年後に日本でやるかね、同じことをね。ちょっとやばいですよね、この会社。その本体のメイトバイクがやばいのか、そこからなんかどっか外注している、まあ、クラファンを運営しているとこがゴミなのか、そこは何とも言えないですね。そこはちょっと中の事情僕は分からないんで、まあ、違う。あとね、このバッテリーチャージするこのここね、ここにガチャって刺すんですけど、はい、今ねちょっと動画だと分かりづらいんですが、あのスパークル、あのなんていうのかな、火花が散ったと。今刺す時に火花が散ったと。まだプラグ刺さってもいないのに火花が散ったと。これはねなんかいろいろこの場所の具合の問題なんじゃないかって話で、信じられないんですけど、これ火事になんないかみたいな話してますね。だから充電するときはバッテリー取り外した方がいいと思うよと言ってます。この自転車ひどいからもうぶっ壊しますみたいなこと言って、今からぶっ壊そうとするんですが、はい、冗談ですとだけどまあ直すとこ直したりして、もうこれ誰かにあげようと思いますみたいなこと言ってますね。ということでですね、まあ日本に入ってくるのがこの去年の、まあ、アメリカとかに届いてるのと全く同じ仕様なのかっていうのは何とも言えないとこですね。充電のねケーブルが外国仕様だとさすがにそれって日本のねやつに刺さらないとか、ソケット刺さらないとかね、さすがにどうなのかなと思いますし、まあ、バンムーフみたいにね、ちゃんと日本語の説明書がついてるのかとか、その辺は何ともまだ分からないところですよね。で、まあ、日本に関しては、店舗ももうオープンするっていうことで、あと提携しているサイクルショップもね、いくつか大阪だったりとか、原宿の方にもあったりするので、まあ、僕なんかは全然その辺は心配してないんですけども、で、自分自身、実際に試乗もしてるので、大体そのパワーの具合だとか、その辺は分かってるつもりです。ただね、一つすごく心配なのがやっぱりここクラファンで買った人たち、クラファン分は全く別の在庫みたいなことを言われてて、仕様もちょっと違うんじゃないかなって気がしてきましたね。いわゆるバンムーフの別の工場で作られているものと、要はダイレクトにメイトから買ってる、まあ運ばれているものとクラファン用っていうのはなんか全然違うんじゃないかなって。要はクラファン分って安く済ませるためになんかいろいろななんか変なことやってるんじゃないかなって気がしましたね。あと一番不安なのがクラファン分ってなんか
サポートちゃんと受けられるのかなって気がしなくもないんですよね。まあさすがに受けられるとは思うんですけども、なんかその辺も心配になってきますよね。なのでまあ恵比寿のショップで買った人たちとかはもう届くと思うし、そんなに心配する必要ないのかなって気がしてるんですけども、クラファンで買った人たち、まあ、この動画ね、それで買った人たち、買ったっていうか、まあ、支援してる人たち、に関してはですね、サポート体制だとか、まあ、もう僕以上にいろいろね、もうチェックされてるとは思うんですけども、サポート体制だったりとか、まあ、部品がね、ちゃんとしてるのかとか、まあ、リアル店舗で売られているもの以上に、ちょっと細かく見た方がいいんじゃないかなという気がしています。で、まあね、とはいえまだ全然届いてないと思いますけども、あの海外でも15ヶ月とか18ヶ月とか待った人たちっていうのが結構ザラらしいので、どうやらこの会社はクラファンでお金集めるだけ集めて、ですぐ届くよって嘘ついて支援いっぱい集めて、それで先延ばし先延ばしにして、もう1年半ぐらいかけて支援者には届けるといったようなことを一昨年とかもやってるっていうことが分かったので、まあ一つ言えるのは、あのこれ詐欺でもう一切バイクがね手元に来ないんじゃないかって思ってる人少なくないと思うんですけども、多分そこは大丈夫だと思います。うん、なんですが今だいたい1年弱ぐらいですか、皆さんが支援されてから。なのでやっぱり僕この前回の動画でも言ったんですけど、おそらく、まあ、場合によってはですねプラス3ヶ月とか、まあ、だからやっぱりこの前言いましたね、最短で多分夏ぐらいなんじゃないかなって僕、予想しましたけども、あのおそらくそのぐらい夏以降になってくるんじゃないかなと思いました。ということで、クラウドファンディングってこんなことが起きるんだなって、まあ、はっきり言ってこんなこと起きちゃいけないと思うし、うん、まあキャンプファイヤーとかもね、本当それでいいのかなって、家入さんそれでいいのかなって思いますよ。うん、今いろんなクラファンでもういろんな面白い商品、まあ、海外のものも日本物のものもね、あの面白いキックボードとかさ売られてますけども、よーく考えた方がいいなって思いました。以上です。